アーサー・ディロン、ジャンイコール・イレール・ベロックが、1834年、ベルサイユ美術館像。アーサー・ディロンは、ブルボン朝末期から第一共和世紀フランスの貴族、軍人、伯爵、仏良とバゴ総督。ジャコバイト派のアイルランド貴族、第11代ディロン子爵ヘンリー・ディロンと、その妻で、第2代リッチフィールド伯爵の娘のシャーロットリーの、間の、第三子。 次男として、イングランドバークシャーのブレーウィックで生まれた。1767年8月25日、わずか16歳で父から一族が世襲する、ディロン連隊の連隊朝食を引き継ぐ。アメリカ独立戦争が始まると連隊を引いて、アメリカへ渡り、提督デスタン白爵の帰下で従軍。1779年のグレナダ占領では、マカートニー教の部隊と戦い、 弟ヘンリーと共に7月5日マカートニーを降伏させた。7月6日のグレナダの海戦でも艦船に乗り込み、戦闘に従事した。同年9.10月のサバンナ包囲戦にも従軍し、同地で旅団長に昇進。そして1783年のパリ条約締結後、仏領と馬後総督に任命された。ディロンは1768年に、 また10枚のテレーズルシードロースを妻としたが、1782年に死別した。トバゴ総督就任後の1785年、彼はマルティニーク島の富裕な農園主の未亡人ロールド、ジラルダンド・モンジェラールと再婚した。1789年、ベルサイユで開催された全国三部会にマルティニーク島代表として出席するため、フランス本土に戻り、 フランス革命に遭遇する。第一次退仏大同盟戦争中、ディロンは旧体制の貴族将校として非常に困難な軍式を担った一人だった。1792年4月29日、同じ境遇にあった彼のいとこ、セオボールド・ディロンは小規模戦闘の敗北の責任を負わされ自軍の兵士に虐殺された。バルミーの戦いの後、 ディロンの上官ルムーリエ将軍は軍の大半を連れてベルギーの前線に戻った。その際、1792年10月1日頃、ディロンに1万6000人の兵をつけて分離し、アルデンヌ方面軍に合流させようとした。その2週間後、ディロンはパリに召喚され尋問を受けた。副官のフランソはセブラン・マルソーの必死の弁護も虚しく、 1793年7月1日にディロンは反革命容疑で逮捕された。そして監獄の陰謀を企てた権威をかけられ、1794年4月13日にロチンケに処せられた。最後まで王党派の心情を捨てなかった彼は処刑の際国王万歳を叫んだ。マルティニーク島の首都ホールドフランスにはディロンが経営に携わった。 理論醸造所が存在する。最初の妻との間に一男一女。二番目の妻との間に二女。ありがとうございます。